またお前か、デボルバーデジタル。ゲームを始める前にしょっちゅう出てくるお前なんなんって思ってたんですけど、結構な頻度で登場するから気になって調べてみたら、これからリリースされるものも含めて好きなゲームが多いこと多いこと。今回はそんな気づいたらデボルバーデジタルファンになってしまっていた私が、このパブリッシャーがリリースした中からおすすめゲーム10作品に絞って紹介するという謎のくくりでお届けします。さて、そんなデボルバーデジタル、アメリカテキサス州に拠点を置くインディーゲームパブリッシャーです。2009年に設立して今年でちょうど15周年なんですよ。自身のカンファレンスや最近行われているディボルバーダイレクトではゲーム紹介もそっちのけに、おふざけ全開の無駄クオリティ動画を作ってみたり、最近では世界中で最も愛されているという設定のマスコットキャラクターボルビーというキャラクターを作ってみたり、謎の活動に力を入れています。インディーゲームファンなら誰もが知っている良作から、なんでこれ作ったっていう謎ゲームまで盛りだくさんなんで、ぜひ参考にしてみてくれ。そしてあなたが好きなデボルバーデジタルのゲームがあったら、ぜひコメント欄なんかで教えてください。そしてよかったらチャンネル登録、高評価ボタンの方もぜひお願いします。まず最初に紹介するゲームは、僕の中でデボルバーデジタルの原体験になったのがこのホットラインマイアミ。 PS ビータでプレイしていたんだけど、当時はなんかやけに主張するロゴが冒頭に出てくるな程度にしか思ってなかったんですよね。この 3D 全盛時代にドットで作られたゲームなんてあるんだと思って、久々にゲーム買ってみたんですけど、ファミコンのようでありながら体験感は全然違う衝撃的な作品だったのをよく覚えてます。始まりは謎の電話、それによって男はマスクをかぶり部屋に侵入し、向かってくる敵を惨殺していく。このゲームを特別にしているのは、ただ敵を倒すだけじゃなくて、スピーディーさと瞬時の判断が命取りになる、シビアなやり取りが求められるアクション性。倒されてしまってもリプレイが早いから、何度も挑戦しながら敵を一掃していくことができます。一見ただの見下ろし型のアクションゲームしか見えないんですけど、80年代のマイアミを舞台にしたサイケデリックな B級 映画のような、虚実が分からなくなる不気味な雰囲気はプレイヤーを引き込むだけじゃなくて、シンプルにプレイしていて楽しいゲーム性と物語自体への興味が見事に合わさった作品になっています。80年代風のエレクトロビートを一身に浴びながら、ミスを気にせずガンガン突き進んでいくゲームプレイには一種の爽快感があるんですけど、いざクリアすると気持ちが悪くなってしまうほどの惨殺現場が残されていて、まるで自分が映画のサイコキラーになったように感じられてきます。かなりバイオレンスな表現は多いんですけど、なんだかドットだから許される感じあるよね。僕としては 2D でやるぐらいはちょうどいいです。ちなみにヘッドホン推奨ということもあって、銃声がリアルな大きさでびっくりするんですよね。ホットラインマイアミは2012年発売、2は2015年発売の作品です。今プレイしても全然楽しめる作品なんで、セールとかになっていたらぜひプレイしてみてほしいです。続いてこのエンターザガンジョン、僕がインディーゲームの世界に飛び込むきっかけになった偉大なる第一歩。まあ、ローグライクイコールトルネコぐらいにしか理解していなかったんですけど、レベルアップシステムに慣れていた自分にとっては、実は入るたびにリセットされるっていう構造が苦手だったんですよね。でもこのゼルダと弾幕が組み合わさった見下ろし型シューターは、まあ、シューターっていうね、今風の攻撃方法に加えて弾幕を避けるっていう楽しさもありつつ、よく見知ったゼルダっぽいドット絵は僕の心を捉えるのに完璧な作品でした。ゲームとしては結構難しくて探索も大変なんですけど、耐えることができたのはそのキャラクターの可愛さとコミカルな物語、そして上達しているっていう手応えのおかげです。まあ、さらには300種類以上あるパロディ武器は手に入れるたびに攻略サイトで効果をチェックしていて、どんな映画とか物語のパロディなのかっていうのを確認する作業も含めて大いに楽しむことができました。まあ、あまりにもガンジョンが好きになったんで、まあ、今度はダンジョンに入ったから出るぞっていうコンセプトの次回作エグジットザガンジョンもしっかりやり込み、このゲームは現行インディーゲームの最高傑作の一つだと思ってます。銃で撃つタイプのアーケード版もあるので、これはいつかプレイしてみたいんですよね。誰かやったことある人いませんか？ヘンテコな謎の足長キャラクターピクとニクを操作して、登場するキャラクターたちを助けながら進めていくアクションパズルピクニック。キャラクターの動きは絶妙にキモ可愛くて、シンプルな切り絵のようなビジュアルながらカラフルで可愛く、すごく目を引く作品です。
物語は怪しさ全開のサンシャイン社の社長という謎の人物がトウモロコシなどと引き換えにお金を配りまくっているところから始まります。そのお金と引き換えに様々なステージで危機が伐採されたり島を破壊したり住民への被害が拡大していて、この赤いピクと一緒に解決していきます。基本的にできることは蹴る、飛ぶ、転がるのみ。住民たちと話して時にはゆるーく寄り道をしながら解決策を探していきます。そんな感じでクエストを進めていくと、平和なこの世界の住人は全然気づかないんですけど、いつの間にか自分たちの資源とか環境を全部奪われて、お金中心に世界が回ってしまっている状態になっています。そんな現代の皮肉を描いているような気がしてくるんですけど、でもなんか彼らを見ているといい意味でリラックスしたように気が抜けてくるので、あんまり深い意味を読み取ったりするのもなんか違う気がするんですよね。ゲームとして面白いかはちょっと微妙かもしれないんですけど、なんだかこの愛らしいキャラクターとか絵本のような深みのある社会性のストーリーは謎に心に残ってくるんですよね。キッズゲームのようでありながら最終的にはもはやなぜかアートに見えてくるという不思議。この 2D アドベンチャーゲームグリスは手書きイラストと水墨画のような美しいグラデーションスタイルが特徴です。インディーゲーム的なアクションですが、デザインやアート、普段あまりプレイしないであろう女性層といった別のマーケットにインディーゲームを拡張した作品といったら過言ですかね。ゲームは主人公グリスが自身の感情を取り戻すために内面の世界を旅する物語を描いています。プレイヤーはアクションゲームみたいにグリスを操って彼女の着るドレスに宿る様々な能力を使いながらパズルを解いて進めていきます。死んでしまったり戦闘ゲームオーバーといったことがないので、探索や物語を楽しみながらこの美しいアートの世界を集中して楽しむことができます。まるで絵本とかアートの中をプレイしているかのような感覚を与えてくれるんですけど、道中で色を取り戻すと色彩が広がっていく様に合わせて壮大なサウンドが映画のようにシーンを盛り上げていくところは思わず声を上げてしまいます。ゲームはいい意味でテキストコミュニケーションがないから、具体的に物語を理解したりヒント自体も自分で見つけ出していく必要があるんですが、自身の行動と簡単なアニメをもとに自己理解を図っていくようなストーリーになっているから、パントマイムみたいにざっくり理解していく感じです。まあでもいいんですよ、このゲームは。ストーリーを追うっていうよりもパズルやアクションといったゲーム操作をしながら独特のアート世界を楽しむことができるのはもはやゲームというよりインタラクティブアートと言ってもいいかもしれません。若い死神のカラスリーパーになって死神世界で失われてしまった魂を取り戻すため冒険する斜め見下ろし視点のゼルダライクなアクションアドベンチャー、デスズドア。ゼルダ好きな僕はもう本当にすぐ飛びついたんですけど、キャラクターの可愛さといいゼルダライクとしてはピカイチでかなりおすすめしたい作品です。主人公のリーパーは基本剣で攻撃するんですけど、4つある魔法攻撃を切り替えながら戦っていきます。出てくるキャラクターもデフォルメされた可愛いキャラクターになっているし、キモいとかホラーとか嫌な気持ちを抱いたりすることなく物語を楽しむことができます。まあ、そんな可愛い見た目に反してセーブポイントを渡り歩くっていうソウルライクな仕様になっていることもあって、難易度は難しめ、何度もデスしながら少しずつ攻略していくタイプのゲームですね。まあ、それ以外にも武器や魔法、アイテムを探したり魔法をうまく活用してパズルを解いて進んだりと、じっくり探索したくなるマップの作りになっているのもいいポイントです。反面ユニークなゲーム性があると言うとそうじゃなくて、あ、ゼルダだなっていう感じに終始しちゃいます。ただ先に挙げたみたいにリメイク版夢見る島のような可愛さもありつつ良質なゼルダライクな作品ありそうで多くないんですよね。そんな作品を探している人にはまず一番におすすめしたいゲームです。インディーゲームをたくさんプレイしている僕でも最初見た時はね、うわ古臭い見た目だなっていう抵抗感がありつつも、実際にプレイしてみると生まれたての我が子を過保護に見守るかのごとくずっとプレイしてしまう継続性の高い作品、ループヒーロー。主人公となるヒーローはメビウスの輪のように作られたステージをぐるぐる回り続けるだけ。戦闘も自動なのでプレイヤーはその動きに合わせて自ら資源や宝箱カードなどを配置して強化していくんですけど、面白いのが敵の配置までもこっちでコントロールしていくところなんですよ。最終的なボスの出現に合わせてキャラクターが強化されている必要があるので適度に敵を配置していく必要があるんですけど、配置しすぎると倒されちゃうっていうジレンマと戦いながら戦略的に強化していくっていうさじ加減が面白いんです。マップや配置カードなどもランダムだったり、冒険で得た資材を元手に村を強化して独自のデッキを構築していくことでより戦いやすくなっていくっていうループを駆使して強化する仕組みは秀逸なんですよね。
こんな古臭いレトロのようなゲームの中にもループというアイデアを掛け合わせることでこんなにも革新的なゲームになるのかと本当に感心させられました。僕はどうしてもどう置いたらいいかなって初手から迷っちゃうからシティビルダー系あんまり得意じゃないんですけど、このテラニールは結構適当に置いてもそれっぽく作り上がっていって、その一手で自然が蘇っていく様を見て不覚にも癒されてしまうという体験性が大好きなお手軽パズルシティビルダーテラニール。プレイヤーは荒れ果ててしまった惑星を大陸ごとに渡り歩いて、その土地ごとに超高度文明機器を配置することで大地そのものを浄化して自然を蘇らせていきます。環境を復活させた後はまるで神のように何も残さずに全てを回収して去っていく。渋い。この環境改善アイテムは主に指定範囲に影響するんで、これがざっくり置くだけでも OK。 まずは風力発電機を設置して電気を確保、その後に土壌を戻し森を作っていくと、サワサワといったさわめきとともに一気に自然が戻っていく様はなんだかすごく気持ちが良くて癒されるんですよね。トトロとかもののけ姫みたいな感じ。それを自分がやってるからなんだかいいことをしたような気持ちになる。ステージごとにミッションがあるから、それを達成していくためにうまく機材を配置したり効果を連動させるパズル的な側面も楽しめます。まあ、こんな感じでね、自然を取り戻していくと最終的には大地に動物たちが帰ってきた時には感動の一言です。可愛いとかドットにしちゃえばこの世のタブーもなんだか覆い隠すことができちゃう気がするという気のせいにして、結構やばい信仰を持ったカルト教団を作り上げることができるカルト教団運営ゲームカルトオブザラム。プレイヤーは儀式で生贄にされる予定だった子羊になって、預言者としてローグライク方式でダンジョンに潜り聖戦を行いながら、そこで手に入れた資源をもとに拠点を開発していくという基地管理シミュレーションの両方を楽しむことができます。この2つと可愛いクレイジーな設定といったインディーゲームファンに刺さる要素がうまく掛け合わさっているのがこのゲームのポイントです。ダンジョンで信者を集めると自動で拠点を開発してくれたりするんですけど、この可愛い信者たちが結構厄介、うんちをしたり離反したり拠点管理は手間がかかるんですよ。ただこんな厄介な信者たちも一緒にいると実は感情移入していく。時が経って寿命を迎えてしまったらしっかりお墓を作って埋葬してあげましょう。僕の土地は結構これまでの仲間たちがしっかり埋まってるんですが、そこの離反者てめえらはダメだ、しっかり生贄に捧げてやるから覚悟しておけという感じで信者たちとのやり取りが何とも楽しい。またこの手のローグライクダンジョンは難しくなりがちなんだけど、この教団運営とバランスがうまく取れていて適度な難易度で楽しむことができます。全体的に見た目は可愛いんですが、やることはえげつないのでそこは注意してください。最近までしっかりアップデートが入っていて信者同士で卵を産むことができるようになりました。続いてちょっと趣向が変わり、このゲームもはやジョン・ドゥが作ったやつとして別角度から改めて有名になったダウンウェルは日本のインディーデベロッパーモッピンさん制作のゲーム。スマートフォンの縦構図に特化した作品で、足裏から発射されるガンブーツを装備したキャラクターを操作し、下に落ちていきながら敵を倒しアイテムを強化して進んでいきます。基本は左右操作と撃つっていうシンプルな操作だけなんですけど、登るのと違って落ちることになるので、その落下スピードをコントロールするのがなかなか難しいんです。敵をうまく使ってバウンドしたり、自分に相性のいいスキルを見つけ出して、そのアイテムがショップに出ろと祈りを捧げながら強化していきます。当時はいまいち分かってなかったんですけど、しっかりローグライクになっていて、自動生成のステージとランダムアイテムによってスピードに慣れてきてもなかなか攻略できない難易度に大いに苦戦しました。荒めのピクセルで作られたかなりレトロなスタイルながら、スマホでプレイできる気軽さもあって、これまでにピクセルゲームをプレイしたことがない人も面白さを発見させるきっかけになったり、山崎賢人主演のドラマアトムの子に登場したりと、アプリ初ながらもはやインディーを超えたインディー的作品になっていると思います。アプリ以外にも Nintendo Switch、PlayStation、Steam、Xbox にも移植されて、画面的にはこっちの方がプレイしやすいかもしれません。さて最後に紹介するのはここ数年のインディーゲームの中で最も衝撃的で最もおすすめしたい作品、インスクリプション。あなたは気がつくと暗い小屋の中、目の前には男が一人立ち上がり、狭い部屋を見渡すが、できるのは不気味なカードゲームだけ。このインスクリプションはデッキ構築型のローグライクと脱出ゲームの要素、そして心理的ホラーを組み合わせた作品です。プレイヤーは手持ちの動物カードを使って謎の男とバトルをしたり、
カードを補充しながら謎を解いて進めていくんですが、ここから脱出するには椅子から立ち上がり部屋の謎も解いていかなければいけません。カードゲームは分かりやすく言うと遊戯王です。強力なクリーチャーを召喚するためには弱い生物を犠牲にする必要があったり、アイテムや相手の攻撃力、体力を考慮しながら戦う戦略性を楽しむことができます。ゲームに負けてしまうとあなたは写真に撮られて魂をカードに閉じ込められてしまうんですけど、そのカードは次回使用することができてきっと役に立ちます。パズルを解いてゲームをクリアした時はあっと驚くような仕掛けが待っているんですが、このゲームをプレイした多くのユーザーがその先は自分で確かめると口にすると思います。ゲームの面白さだけじゃなくて体験設計、そしてビジュアルといった細部までインディーゲームの良さが詰まりに詰まっている作品で、ちょっとギークな雰囲気が強すぎかもしれませんが、プレイしたら記憶に残る作品になるのは間違いないです。できれば PC でプレイするとより最高の体験が得られると思います。はい、こんな感じで推しパブリッシャーであるデボルバーデジタルに絞って10作品紹介しましたが、いかがだったでしょうか。今回は2024年の作品を省いたんですが、他にもすでに発売されていてかなり面白かったペーパーグラインダーやチルドレン・オブ・ザ・サンもおすすめです。それ以外にもまだまだネバー、スケーターストーリー、プーキースクワイヤー、ベイビーステップス、このようなまだまだ面白そうなゲームが予定されていて、そのどれもが期待作なんですよね。最近はこれらの紹介した作品もセールになることが多いので、気になった作品はウィッシュリストに入れてチェックしておいてください。普段このような感じで面白いインディーゲームたくさん紹介しているので、この動画参考になったりまだの人はぜひチャンネル登録、高評価ボタンの方ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。